い、品田寺です。今日もね、セロで林道の方へね、行こうと思います。今日は駒越林道というね、松本から、美ヶ原の方にね、抜けるあのダートの林道があるんですが、そちらの方にね、登って行ってます。手前のところは、こんなような感じで、舗装がね、続いてはいるんですけど、もうちょっと上の方に行くとね、ダートになるというような、そんなところです。もう先日からね、雨続きでそこら中崩れてるような感じはありますね。ここもあまり通るようなとこではないんで、道が結構荒れてるというようなのが予想されるんですけど、日陰なんかは苔が生えたりしててね、滑りやすいんで、気をつけていきたいと思います。ここの林道は結構その起伏というか上りがねきついと思うんですけど、もうこの辺はどうも水がね、流れたような感じはありますね。はい、ここからね、左の上の方に行くと駒越林道の方だと思います。
結構ね、上の方まで来ました。ダートが、思いのほか崩れてなくて、結構ね、楽しいコースでしたね。ちょっと、ぬかるんでるところはやっぱ走りづらいんですけど、適度に締まってるんでね、だいぶ溝はあるんですけど、楽しいコースかなと、そんな風に思います。このね、上のところにあるその、県道62号線か、これでね、上の方、大賀島の方にね、行ける道なんで、あともうちょっと行けば、上の道に、県道の方に出ると思います。この駒越林道も、私もどうだろう、15年ぐらい前には来たんですけどね、非常に久しぶり。このところのね、雨続きで、ちょっとね、行けないかななんて心配してたんですけど、結局まあ通れると思います。これだとここは昔バス会社のね、私有地ということだったんですけど、現在はこれ管理課、市の方にね移管されてるとは思うんですけど、さっきね、その軽自動車でここへ来るという、ちょっとね無謀な人もいましたけど、まあ車はね、まあ軽トラでも厳しいかな。こんなにね起伏があるんで、まあ、ジムニー系ならね行けると思うんですけど、ちょっと最後のところがだいぶがれてますね。これ土と一緒になってるんでちょっと走りづらい。ここはねさっきの軽自動車上がってこれないんじゃないかな。上の方までね上がってきました。ここがね、県道のところなので、ここは、普通の車でね、観光客が結構来るところですけど、この正面がね、美しが原高原ですね。ちょうど、牛がね放牧されているというような、そんなところです。はい、それじゃあね、松本市の美ヶ原の方まで登る駒越林道の、状況でした。ご視聴ありがとうございました。